デイリービルダーまでで本日は近藤凛子さんをお招きしております。よろしくお願いします。近藤さんとはね、はい、水曜夜7時半から毎週ライブをやってるんですけれどもね、はい、たまには動画の方でね、はい、動画投稿の方に出演いただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、総裁選いかがですか。いやなんかもう、うん、高市さんがだいぶね風が吹いてきたなというふうに思ってます。そうなんですよ、うん、でね高市さんやっぱ会見の時から始まってすごかったじゃないですか、うん、もうあそこで私はもう高市さん今回いけるなという、うん、ある種確信に変わったというところなんですけどもね、うんうんうん、より高市さんのねこの頭の中、はい、どうなってるんだと何を考えているんだと高市さんは、うんうん、もう政策通ですよ日本一のね本当そのね、より詳しく、知りたい方は、はい、日本を守る強く豊かにこちらが21日発売です。おそらくあさってかな、うんうん、なのでね、概要欄に購入リンクを貼っておきますのでぜひお買い求めください。お願いします。高市さんの政策を知って応援そう、ね、買って応援、ね、あそうね、でもうなるべく何しろもう総裁選直前ですけれども、はい、もうなるべく自民党員の人たちを、ね、探し出して周りで、うんそうですね、高市さんっていいよというのを、うんうん、それが高市さんの、ね、力になりますんでね、うん、おそらくね、うんといったところで、はい、まあ目立つのは何でしょう。やっぱ討論会とかなんだかんだ私も結構見ちゃってほぼ毎日のようにやってるじゃないですか、うん、やってますね、沖縄とか金沢とか、うん、その収録当日は確か松山、はい、愛媛県にね行ってたと思いますけれども、うん、あ何でしょうね、あ意外にこの候補政治家その討論会じゃないと見えないところあるなっていうのがあって、うんうんうん、例えばまあ内容の良し悪しは別として、はい、では林芳正さんって安定感やっぱあるな、うんうん、ベテランだなって思うし、お話もしかったとかね、茂木さんとかあと加藤勝信さん、うんうん、あんまりなんでしょう加藤勝信さんが普段どういう政策考えてるかって、うんうんうん、そう結構ね実際意外だった。ええ、あ意外にこういうところがあるんだこういうところがあるんだとかね、うん、確かに靖国参拝、はい、積極的なのは高市さんと加藤さんだったりするわけですよね、うんうん、とかねいろんなこう意外な一面が垣間見えるわけですけれども、うん、まあ案の定というか信じろよ、ね、信じろ、うん、やっぱその期待通りというか、うん、その前回の動画で言いましたけど、はい、その共感性周知を覚えてしまうんですよ、ね、私は、はい、もう信じろ何でしょうね子供大人に囲まれた子供みたいな感じ、うん、そうですね、で実際年齢的にも43ですけどその小林さん49ですよね、うん、それともレベルがもう全く違うんで、いやもう本当に小林さん良かった、ええうん、てかねなんだかんだみんな、うん、そりゃ百戦錬磨ですよ、うんうん、そんな中進次郎だけがかわいそ そうだって彼は職歴も、うん、その政治家としての実績、うん、もうほぼないでしょ、ええだからそれは薄っぺらくなりますよね、まあそのレジ袋とかありますけどね、うん、そう、うん、でだってそう46% とかありますけどそれはいい実績じゃないもんね、うん、ぐらいしかないんでね、うん、それでなんだっけ夫婦別姓言ってるけれども、うん、彼自身がそうお父さん その小泉っていう姓に依存してここまでやってきてるわけでしょ、うんだから小泉なくして進次郎はないのに、それで夫婦別姓だなんて、なんか自己の存在を否定してるのかしらと思って、なんかシュールだなと思って私見てるんですよ、ね。まあ確かに、そう存在というところで言えば小泉家ですよね。うん、三木谷さん、楽天の三木谷さんが、うんうん、あのツイッター X で表明してたんですよ。うんはい、一番この既得権益と戦ってくれるこの改革家っていうのは小泉進次郎さん。だから今回私は小泉進次郎さんを支持しますってツイートしたんですけど、はあ、まさにその小泉って名前自体がもう既得権益の塊じゃないですか。世襲っていうのは大の既得権益であって それは何を言ってるんですか。そうなのだからやっぱり何も分かってなく、うんはい、言わされてるんだろうなって思うんですよね、とか言ったら、うん、小泉チルドレンという小泉支持者がいや小泉さんっていうのはちゃんと横須賀三浦で、うん、あと民主主義のね、ちゃんとしたプロセスを経て政治家になっているわけですからと、うん、でそんなことは知ってるよと知ってるそれはもちろん世襲が受かりやすいに決まってますね、うん、じゃあ親父の選挙区自分を継がずに別のところから出るという話、ね、そうなのそれで出てきて、うん、ここまで来たんだったらあそれはあなたじゃあ素質あったのねとか、うん、あ政治家に向いてたのねとかって思えるけど、うんそのままお父さんの後を継いで、うん、小泉という姓にねべったり乗っかってね、うんそれでこのもてはやされて若さだけで、あとまあ確かに人当たりはいいのかもしれないけど、うん、でもそれは政治家として必要な要素かって言ったらまああってもなくてもいいんじゃないっていうふうに思うけどね、うん、討論会で進次郎氏
何でしょうね、印象に残ってるのがあの43歳という年齢をね強調してましたよね、はいはい、確かに上川さんでしたっけ、その来年はカナダで、うんこうね、トルドー首相が主催という形で G7 サミット開かれます、はい、どんな、サミットにしたいですかって言ったら、うん、トルドー首相が43歳の時に首相になったと、うん、で自分は今43歳、うん、だからよりこう、何でしょう、未来を切り開いていきたいみたいなね、水中って意味が分かんない、そうだから中身何もないですよ、うん、で、キム・ジョンウン、ね、どうしますかって聞かれた時は、うん、それ、キム・ジョンウンと同世代だから、うん、まあ、こういわゆる通じるものがあるというか、ね、しかも同じ世襲だしね、世襲だしね、うんうん、で、親父同士、父親同士も、うん、これはね、会談を行ったことがあるから、ね、っていう回答、それしかない、そう、だから43歳であると、自分が43歳であるという年齢を紹介してるだけなんですよね、うんうん、中身が何もないと、さすがにこれ何でしょう、他の議員も苦笑いっていうか、あ、最初はなんか進次郎に、うん、まあ進次郎最初、まあ、人気だったじゃないですか、はい、党員でもね、うん、だからこう集中砲火させてなんとかこうボロを出してやろうっていう感じの私は印象を受けました、うんうん、はい、ただ今はもう逆になんか進次郎に絡んだらなんか放送事故みたいになるからこっちが滑ってるみたいになっちゃうみたいな、それこそね、議員 もう敵というよりは、うん、もう進次郎、もうあなた、あなた自身のために、うん、あなたも10年後、20年後もしかしたらあるかもしれないから、うん、ちょっと今は、そうですよね、ちょっと自民党の印象も悪くなっちゃうんで、確かにそれはある、可能性ありますよ、うん、で、なんかと、さすがだなって、これ嫌味でね、さすがだなと思ったのが、うん、その総裁選候補として最初名前だけ上がってて、本人はまだ何も言及してなかった時に名前だけすごいこう出るんじゃないかみたいになってたでしょ、うん、でまさか出ないだろうって私は最初思ってたっけ、まあ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 確かに刷新感って言われた時に年齢ね43っていうのあるけど、さっき言ったみたいにまともにこうお仕事したこともなければ、うん、今までの過去をこう政治家としてを振り返っても、まあ、レジ袋とか、うんね、46% ぐらいしかないからさすがに立候補しないでしょうって思ってたら出てきちゃったから、うん、なんて厚顔無恥なのかしらとかっていうのはちょっと思いました、うん、恥を知れとね、そう、そう認識を示しました、今私のね、はいはい、なわけですけれども、そう最近私はね討論会を見てるわけですよ、うん、でね、ほぼ全てチェックしてます。で、進次郎が最近ちょっと気づいたことがあって、はい、あの、誰かが意見言うじゃないですか。うん、例えば林芳正さんが言う。うん、で、次に進次郎当てられたら、うん、私も全く同意見です。で、例えばサイバーセキュリティの話だったら、はい、これコバホークが当てられて、で、その次にその流れで高橋さんもね、経済安全保障でみたいな。で、高橋さん、コバホーク、うん、まあね、専門だからめちゃくちゃもう流暢にもう出てくるわけですよ。うん、そうですよね。もう湯水のごとく湧いてくるわけですよ。うんして小泉さんって言ったら、いやー私も同感ですみたいなね、あので終わり、あの同意見ですとか同感です、うん、同じ意見ですって言えばなんかね済まされると思い始めた最近進次郎、ちょっと学習したんだ、うん、そこ、まあ、自分でそれ言わなくていいじゃないですか、うん、でもそのなんだろう、その能動的、サイバーディフェンスとか言ったらね、うん、それいわゆるまあこうある種攻めを持っとかないと、うんうん、まあ抑止力みたいなもんですよね、うんうん、で高橋さんがとうとうと説明して、はい、で進次郎おそらくそうサイバーディフェンスとかそういう概念、うん、絶対知らないんですよなのにあれなんだろうとか思いながら、あ、もう知ってますよみたいな、あ、もう全くそれ同じですっていう、この何高橋さんとコバホークの手柄をそのまま取るっていう手法をね、やだー、漁夫乗り、うん、え、でその後自分の意見は述べない、まあ、それなりに、ね、すごい薄い薄い意見を述べる、うんうんうん、まあ、それはみんなもうなんだなんだこいつって思ってると思いますよ私ですら思うんですけど、こいつ絶対知らないだろうっていう、じゃあもう本当に今後のご自身の別にその政治家としての人生以外の人生だってこれからまだね、うん、43だから選択できるし、ええ、お子さんも2人いらっしゃるし、そんな痛々しいお父さん見たくないじゃないですか、ええ、お子さんたちも、うん、だからここは一旦引いた方が進次郎さんのためになるかもしれない、うん、どうでしょう、うん、もう少しあの動画の尺でもう少し欲しいところなんであれなんですけど、まあ進次郎そうだな、まあ進次郎だよな、やっぱワクワクしますもん私も、あの討論会見てて、まず高市さんのところとやっぱ高市さんと進次郎見ちゃうな、まあ進次郎はある種こう面白がりで、もうちょっと逆にこの何でしょう、臨場感ハラハラドキドキ、もう何を言い出す、なんか変なこと言い出すんじゃないかって、もうコントじゃん、うん、でもそういう面白いと、なんかそういう多分ね思ってる方多いと思います。で高市さんは本当にね、うん、鉄壁なんですよ、うんうん、もう全部もうあらゆる何聞かれても、ね、もちろん経済もそうですし、うんうん、サイバーセキュリティ宇宙もそうですし、防衛安全保障もそうだし、
例えば農業のね、うん、話とかもそうですし、うん、食料安全保障とかね、うんうん、もう全て精通していると、うん、すごいね。進次郎なんて環境とか語らせても全然高橋さんの方が進次郎専門家のはずだけどね、うん、でもまあレジ袋有料化しただけだからね、うん、彼は。ただあの農林部会長ですか、自民党の中でやってましたけど、うん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 、それももちろんね。だってあの時もう農協改革するとか言って、はい、結局失敗しちゃったでしょ、うんうん、だからそう三木谷さんがこの一番既得権益を、うん、壊してくれるのは進次郎と言ってますけど、何にもできないですよ。だって何もないんですもん。っていうか43歳でしょ。だからもちろん、官邸スタッフももしね、うん、総理になったとして官邸スタッフも閣僚も基本的に全員年上じゃないですか。あそう、ね、こんな43歳の若造の指示なんてやってられるかって、うん、マジでサボタージュされますよ。しかも全く機能しない。でも目に見えてる、目に見えてる、うん、だから門田隆昌さん的に言えば、うん、細川護熙政権が8ヶ月続いた、うんうん、はい、でそれまで持つかどうかぐらいのレベル。あまあそれそうなの、予算委員会とか切り抜けられる、うんうんうん、絵が見えないの、うん、もう 2,3 ヶ月で終わっちゃうんじゃないですか、うん、本当にね、ありえますよ、うん、で、おそらく立憲民主は野田さんになるでしょ、党首討論とかしたら新次郎が全部何付箋貼って党首討論もあれですかね、 PR 会社とかで1億円ぐらいかけて頼むんですけど演出を、うん、そうかもしれない。もちろんそれはできないですから、うん、もう官僚もね、うん、小泉こんなやつのために何そんな答弁とか書いてらんねえよみたいなありえますからね。本当サボタージュしてますから。じゃあやっぱりもうお辞めになった方がよろしいね、うん、まあ、今から撤退っていうのはねなかなかあれかもしれないですけど、うん、もう恥ずかしい。こうやってちっちゃくなってた方がいいのかな、うん、本の恥。石破茂とはまた別の。そうね、進次郎はね、石破氏よりはまあこう見栄えというかまあいいじゃないですか。これはこう美しい醜いというわけじゃなくてこう、うん、まあ、立ち姿とかね、うん、石破茂よりはそうね、それは確かに見た目の問題はあるかもしれない。あの並んでるじゃないですか、あの討論会で横並びですよね、はい、でテレビ出演とかは全員入りきらないから、はい、でなんかね大抵石破茂があの後ろ2段目にいるんですよ、はい、ほっと陰気ですよね負のオーラ漂ってますよね。いやで進次郎はなんだかんだですごい明るいんですよ、うん、で高市さんとか林芳正さんとかもすごいコミュニケーション取ってて、はいはい、うん、石破と河野の陰気さったらないですよ。あれハイゴレっぽい、もうやばいやばい。石破さん河野さん茂木さんのこの負のオーラ、うん、やばいっす。そう思ったら加藤勝信さん散々地味だ地味だ言ってたけど、うん、いやもうその辺にいるおじさんですから、うんうん、なんかこう自分でもこうたわしとか言ってるじゃないですか、たわしって呼ばれてますみたいな。あでもなんか加藤さんは私も好感度上がったな、うんうん、だから元々そんなね低い人じゃないですけど、うんうん、ただちょっと地味だなって言ったけどね。ああそう、あと私気になったのがその討論会の時にこの人のお話を聞いてる時、うん、他の候補の方がお話ししてる時の、うん、進次郎さんの顔つき、うん、もうまさに子供みたいな顔でちょっとこう、うん、ポカーンじゃないけど、うん、え大丈夫かなこの子と思って、うん、だって何も考えないんですよ、多分聞いてないと思いますよそうなんだから聞いても多分理解できないから、うん、えじゃあサイバーセキュリティとかなんかそう横文字があったら多分理解できないから、うんうんうん、なんかクリステルとかのこと考えてるんですけどやだあだでもじゃない、えクリステルじゃない別の女性のことを考えてるから分かんないですけどね、あっちか、うん、そしてクリステルも進次郎じゃない別の男性のことを考えてるかもしれない。そうかもしれない、うん、じゃあもうダメじゃん。週刊文春をご覧ください、はい、でも万が一本当にだから総理になった時に、はい、もうそんな状態じゃトランプやプーチンや習近平やマクロンやとやっていけないじゃない、うん、そうそうそう、だから、キム・ジョンウンとトルトーとは、うん、まあ年齢が近いからうまくやれる。じゃあそれ裏返せばじゃあプーチンって71、うん、でトランプは78か、うん、で習近平71なんですよ確か。あ、はいはい、70代のあ、まあ、比較的高齢のリーダーと、うんうんうん、むしろじゃあ自分はうまくやれませんって言ってるようなもんじゃないですか。そうよね、じゃあそもそも年齢なんて関係ないですよ、うん、本当はね、うん、だけど彼の場合そこしか取り柄がないわけでしょ。うん、うん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 、でもね、自身の強みは年齢43歳であること、そして弱みはって聞かれた時にあの朝に弱いですって言ってましたね。いやーいいですね。いやでも本当これであのやっぱり、ね、皆さん目が覚めたんじゃないかな、うん、今までほら進次郎さんのあのフレッシュ感というか、うん、爽やかさとか人当たりの良さでこう、うん、目くらましじゃないけど、うんうん、してた人たちが、ええ、あ進次郎ってダメじゃんって、うん、そう、まあ、それを周知
させる意味では今回はね、そうですね、意味あったのかもしれませんが、でも絶対に総理総裁になんかふざけてね、ああ信じるようになったら面白いんじゃないかみたいななっちゃダメですよ。そんなお笑いは求めてない。あと石破茂の石破茂のあの石破公文っていうのも、新次郎公文とかね、石丸公文とかありましたけど、あの石破公文っていうのも最近あって、ネバ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 、なんかほんとなんとかせねばならないとかね、検討せねばならないばっかり言って一向に結論を言わないっていう、ね、本当ですね、あれもなかなかですよね。あれ聞いてるとやっぱこう、気持ち悪くなっちゃう、なんか車酔いみたいなね、早く言えよと。トランプとか怒られますよ多分。あ、そうね、もう石破とはもうあいつと話したくありませんっつって、多分電話切られちゃいますよ。そうね、え、じゃあ石破さんも世界の指導者としてやっていけないじゃん。いや無理でしょうね、ネバしか言わないからね、とキム・ジョンウンとは会うでしょうね、で会っても、まあ、波長が合ってもらって本当は困るんだけどね、会うでしょうね、それは平壌と東京に連絡事務所を置くみたいなこと言ってるわけね。いや本当はダメよ、本当はダメだけど、やりかねない、といったところでね、はい、改めて早苗しか勝たん、はい、近藤さんお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、9月は防災商品強化月間ということでね、今回の風と雪コラボでも前回の、防災食、はい、あのねレトルトになりましたが、それに続き、いざという時のための防災グッズをね紹介させていただこうと思いますと、まずはですねこちらのスイッチダンボール3って、でこのダンボール、あのダンボールじゃなしに、立つ方の段、一刀両段の段にボール、これボールですね、はい、で、一見わかんないですよね、これ何をするのか。わからない。これ説明が大事です、はい、でね、地震が発生した時に自動でブレーカーを落としてくれる、で、はい、通電火災を防止する自動ブレーカー遮断装置なんですよ。じゃあブレーカー落としに行かなくていいんだ。そうなんですよ、で地震でこう停電が、発生するじゃないですか、で復旧した時に屋内外のね、その断線箇所であるとか使用中だった、電化製品が元でまた復活するじゃないですか、そこでこう発熱加熱して火災に至るっていう、その通電火災で、これで実際にその阪神淡路大震災の時めっちゃ火事起きたじゃないですか。ありましたね。あの6割が通電火災だったと言われてるんですよ。はい、で通電火災を防ぐことは実は簡単なんですよ、でブレーカーのこの漏電レバーか、そのメインレバーを普通にまあブレーカーを落とせば OK なんですけども、なかなかそんなね、そう余裕ないじゃないですか。余裕が多分ないです。まずは自分の身を守るというのがね、大事なんで、でその時にこのスイッチダンボール3の登場なんですよ。で、ね、簡単に言えば、こうあるじゃないですか、でこう揺れることによって、これが自動的にブレーカーがね、この地震を感知して落ちるという仕組みになってる、ボールが落ちて一緒にブレーカーも落ちる、そうなんですよ。お便利、すごいシンプルな構造ながらすごい効果は絶大、これ一つで火災が防げるんですね、でそれはすごい、ね、震度5以上の揺れに対応、はい、料金が税込み3,300円、え、安い、安いですよね、だって火事が防げるんですものね、ですよ、それは火災保険入って、このね、ダンボール3、でもバッチリですから、バッチリ、通電火災は起きないですね、本当にね、高いとは言わせませんよ。いや、いや本当に本当に命守るんですから、そうそう命守るんですか、そう、大事、3300円大事、はい、続いてなんですけれども、その場で作る除菌ウェットタオル、大事、ね、助かる、はい、でこれ5年間の長期保存が可能、でコンパクトなパッケージながら、中身は、大判サイズ A3、A3 大きい、そうこれねすごい何でしょう、畳んであるのかな、でも、実際はもうだいぶ大判です、はい、で作り方も簡単で清潔、でパッケージがこれゴミ箱になるんですよね、この箱が、へえ、あ、じゃあ拭いた後とかにここに入れて、捨てる、そうそうそう、だから衛生的です、これ女性はありがたいんじゃないですか、ありがたいです、やっぱりこう女性は気にしますもんね、例えばこう避難生活とかでね、お風呂入れない時に体拭きたいですもんね、でこれ料金が税込み715円、これ1枚あったらね、5年間保存有効ですもん、ウェットタオル、そうだからあのコンビニとかでおしぼりついてくるじゃないですか、5年置いといたら乾いちゃう、3日ぐらいであれ乾いちゃうから、ね、あ、3日で乾いちゃう、そうそう、夏とかは、5年持つんですから、すごい、どんどん行きましょう、はい、行きましょう、続いては、飴先案内人防水バッグ、水先案内人ならぬね、飴先案内人ですよ、突然の大雨、突然の災害に最適であります、
で水を通さない防水布、うん、その布があるんですよね、特殊な。あ、これね。で、縫い目やファスナーからも水が通らないような構造になってます。お、ね、すごい通さない感じしますよね、これ。うん、する。バッチリする。1ミリも、1滴も通しません。そうで、ポケットがこういうのね、多ければ多いほどいいですからね。アウトポケット付きで、折りたたみ傘の収納などを入れると、まあ何でも入りますよね、はい、で、濡れないからいいんですよね。そうで、災害時には、うん、これね、バッグに水を溜めることができるんですよ、うん、防水完璧ってことは、逆に水も全く漏れないってことで、うん、中に水をね、溜める。で、2リットルペットボトル6本収納できるサイズ。12リットル、はい、お水も12リットル、まあ、12リットルいけるんですよ、これとは思えないぐらいコンパクトなサイズ。本当だ。で、収納時はコンパクトに折りたためる。そうですね、うん、折りたためます。じゃあさっきの除菌タオルと一緒に備蓄しといたらいいですね、あ、そう、確かに確かに、うん、このね、アウトポケットに入れていただいて、ね、うん、タオルをね、うん、で、おしゃれなデザイン、うん、普段はエコバッグ等にも利用できます。あ、そうかも、うん、まあ、普段というか、普段エコバッグに使う、まあ、どこかね、しまっておいてですよね、うんうんうん、それこそあのペットボトルを入れていただいて。そうですね。で、これが料金税込み6,600円。おお、うん、このでも質感考えたら、しっかりしてるから、しっかりしてるでしょ、うんうん、そうそうそう、うん、なんですよ。まあ納得といったところでね、いろんな応用が効く商品をね、はい、紹介させていただきましたが、はい、いかがだったでしょうか。いや、もうほんとね、こう地震もそうだし、台風も今年の夏もね、うん、あとゲリラ豪雨とかもたくさんあったので、うん、やっぱりこう防災の意識は高めておいた方がいいかなって思いました。はい、まあ、前回のね、はい、あの防災食に引き続き備えあれば憂いなし、はい、なんでね、この機会に購入を検討されてみてはいかがでしょうか、はい、あの時風と雪見て、うん、あのね、デイリービルで風と雪で買ってよかったって思う時は絶対来ると思いますんでね、うん、ぜひ思います。いかがでしょうかと。で、本日紹介した商品の購入サイトはね、概要欄に貼っておきますので、ぜひご検討ください。ありがとうございました。ありがとうございます。